はい、どうも、川島一太と申します。本日はですね、VTuber の、とある人が情報漏洩で、会社をクビ、契約解除になりました。そしてさらに、田中幸喜さん、元カトゥーンの田中さんが、あれですね、覚醒剤所持で逮捕されました。それを記念して、今から、堀内のチャーシューダル食べに行きます。堀内のね、チャーシューダルを食べに行くんですけど、昨日も食べに行きました。なので2日連続です。ありました、堀内さん。新宿堀内新橋店、ここですね。ここのチャーシュー皿を食べに行きます。それでは行きましょう。